皆さんおはようございます。ようこそ岩チャーチへいらっしゃいました。配信をご覧の皆様もおはようございます。今日も礼拝にご参加ありがとうございます。6月に入りました。今日はこの第一礼拝のすぐ後で10時35分からですけれども、聖餐式をいたします。この教会の聖餐式はこの教会のメンバーの方でなくても、イエス様をご自身のただ一人の救い主と信じていらっしゃる方は参加していただくことができますので、短い聖餐式ですけれども、10時35分からもしよろしかったらお残りくださいますようにお勧めします。それから、体調の悪い方のお話を何人か伺っています。この湿気が強かったり、それから寒暖の差があったり、そういうことがあると本当に辛いということはよくわかります。ですから今日も神様が本当に皆さんに力をくださって、そして痛む時にそばにいてくださるということを感じることができるようにお祈りしています。祈りつつ礼拝を捧げたいと思います。それではいつものように礼拝の最初にメッセージを聞いて、それから歌によって私たちの心からの礼拝を神様に捧げていきましょう。おはようございます。今日はペンテコステ聖霊降臨日です。聖霊様というのは神様の霊であり、イエス様の霊であって、で神様とイエス様と聖霊様っていうのは一つで一つの方であって、でも同時に別々の三方でもあります。なので三者を厳密に分けて考える必要はないんですけれども、今日は聖霊様がどのような方なのか、使徒言行録を中心に読んで考えていきたいと思います。最初に使徒言行録1章の3節から11節、ちょっと途中飛ばして読みます。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして食事を共にしているとき、彼らにこう命じられた。エルサレムを離れず、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを受けるからである。6節7節飛んで8節に行きます。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ている前で天に上げられ、雲に覆われて見えなくなった。イエスが登って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、白い服を着た二人の人がそばに立って言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。私たちはよくこの時の弟子たちと同じように、イエス様がどこにいるのかわからなくなってしまって、心細くなって不安になって、ぼーっと上を見上げたまま動けなくなってしまう時があります。イエス様が私たちのためにご自分の命を捧げて十字架にかかられたこと、それほど私たちを愛しておられるということを頭では知識としては知っていたとしても、でも自分の小ささとか弱さとか目の前の問題の方があまりにリアルで、前に進む力を失ってしまって、進むべき方向もわからなくなってしまう時があります。そんな時、私たちに必要なのは、ここでイエス様が弟子たちに言われた通り、今いる場所から無理やり自分の力で動こうとすることではなくて、
聖霊様を待つことです。八節で言われているように、聖霊の力を受けた私たちは、地の果てにまで、それは物理的な距離とも言えますし、心理的な距離とも言えると思いますが、自分では予想もしていなかったほど遠くまで、聖霊様の力によるならば私たちは行けるようになります。イエス様の死と復活を目の前で体験した弟子たちでさえ何を始める何よりも前に聖霊様を待つようにと言われたということは、それを経験していない私たちは聖霊様なしには何もできなくて当然です。それでは聖霊様はどのように私たちを助けてくださるのか、今日は重要な点を4つだけお話ししたいと思います。まず第一にといっても決して最も重要な聖霊様の働きではないんですけれども、聖霊様の働きの一つには超自然的な現象を起こして人知を超えた神様の存在を半ば強制的に私たちに納得させるという働きがあります。それが起こったのが最初のペンテコステでの出来事でした。使徒言行録の2章の1節から6節を読みます。50歳の日が来て皆が同じ場所に集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から起こり、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他国の言葉で話し出した。さて、エルサレムには天下のあらゆる国出身の信仰の厚い人々が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰もが自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られた。このようにペンテコステの出来事というのは、人間の耳に聞こえ、そして目に見える不思議な現象でした。新約聖書にはこのペンテコステの出来事から始まって、信徒たちの間で多くの不思議な現象や技がなされていたことが記録されています。例えば、異言や予言や病気の癒しやいろいろな奇跡、そういう超自然的な力の現れです。新約聖書の時代には、それらの超自然的な力が聖霊様が働いておられる証拠となって人々を励ましました。現代においても、聖霊様がこういう超自然的な現象を起こされることがなくなったわけではありません。異言や予言というのは、多くの教会で日常的に実践されていることですし、また病気が癒されるという奇跡も起こることを私たちは知っています。で、そういうことが起これば、そしてそういうことを目にし、耳にすれば私たちは励まされます。でも、そういうことが起こらなかったとしても、神様が私たちと共におられるということは何にも変わりません。ですから、聖霊様による超自然的な力の現れというのは、あれば嬉しいですけれども、なくても困りません。大切なのは、私たちがそういう不思議な力を目にしたり、そして手にすることよりも、私たちの心が聖霊様によって神様の愛で満たされて変えられていくことの方です。その一つの例として、ペトロがどのように変えられたのか、使徒言行録の4章の8節から13節を読みたいと思います。注目していただきたいのはこの最後の一文です。その時、ペトロは聖霊に満たされていった。民の指導者たち、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、皆さんもイスラエルの民全体も知っていただきたい。
この人が良くなってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から復活させられ、させられたナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方家を建てる者に捨てられ、隅の親石となった石です。この人による救い以外に救いはありません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。人々はペトロとヨハネの堂々とした態度を見、二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであることも分かった。ここにはイエス様を裏切ってイエス様との関係を三度否定した弱いペトロはもういません。田舎の村の貧しい漁師だったペトロが当時のユダヤ人社会の権力のトップやエリートたちを前にして恐れることなくイエス様のことを証ししています。ペトロをそのように変えたのは聖霊様です。ペトロにとって自分がもともと無学な漁師であったことやイエス様のことを裏切った臆病者であったということはもう重要ではありませんでした。それよりも重要になったのは、そんな自分をイエス様は許してくださって、愛して命を捧げてくださったということであり、そのイエス様のことを自分は世界に伝えていきたいんだという願いを自分が持っているということの方が、ペトロにとってはもう大切になっていました。私たちにはこのペトロと同じような確信や願いがあるでしょうか。もし迷いや不安の方が多いとしたら、それはもしかしたら自分や他の誰かの思いにとらわれて、聖霊様の助けを求めるのを忘れてしまっているからかもしれません。聖霊様は私たちの心をいつもイエス様の方を見るように導いて、私たちに語るべき言葉を、そして願いを与えてくれるはずです。聖霊様の働きとして次に注目したいのは、聖霊様が私たちの偏見を、人に対する偏見を崩されるということです。これは使徒言行録8章から10章のあたりを読んでいると見えてきます。8章から10章全部読むわけにはいかないので、お家で読んでみてください。で、そこに書いてあるのは、フィリポとエチオピアの高官の出会い、またペトロとローマの百人隊長コルネリウスの出会い、そして後のパウロであるサウロとアナニアの出会いです。で、これらはすべて聖霊様の導きによるものだったと書かれています。エチオピアの高官と百人隊長のコルネリウスというのは、共に身分の高いユダヤ人からすると外国人、異邦人であって、なので聖霊の導きがなければ、フィリポもペトロも、まさかその人々が神様を求めているとは思いもよりませんし、関わりを持つこともなかったはずです。そして同じようにサウロとアナニアについては、サウロは当時、キリスト教徒を片っ端から逮捕していく迫害者だったので、アナニアは聖霊様にサウロのところに行って助けてあげなさいと言われても、最初は拒否しましたけれども、でも聖霊様に導かれて、アナニアはサウロのところに行って洗礼を授けてサウロを許しました。神様を信じたいと思っている人、求めている人、純粋にそのように願っている人というのは、私たちが関わりを避けている人たちや、また私たちを苦しめる人たちの中にもいます。私たちは受け入れがたいと思うこともありますけれども、
聖霊様はそんな私たちの心も変えて、神様の愛の大きさをその人たちを通して私たちに教えてくださいます。それでは最後に聖霊様の働きで最も重要なことをヨハネによる福音書のイエス様の言葉から教えてもらいたいと思います。ヨハネによる福音書の14章の15節から21節です。あなた方が私を愛しているならば、私の戒めを守るはずである。私は父にお願いしよう。父はもう一人の弁護者を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、受け入れることができない。しかし、あなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方のもとにおり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると、世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているので、あなた方も生きることになる。かの日には、私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私があなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の戒めを受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。聖霊様の最も大きな大切な働きはしてくださることは、私たちにイエス様の愛を教えて、私たちがイエス様のうちに生きているということ、そして私たちのうちにイエス様が生きておられると教えることです。ここでもう一つ大切なのがイエス様が言われている戒めのことです。この戒めというのは直前の箇所にあります。ヨハネの13章の34節と35節です。あなた方に新しい戒めを与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るであろう。イエス様が私たちに望まれているのは、私たちがイエス様に愛されているということを知って、そしてイエス様を愛して互いに私たちが愛し合うことです。そのすべてを私たちが自分の力でやろうとするならば、すぐに挫折してしまいますけれども、聖霊様はいつも私たちに新しい力をくださる方です。神様に愛されているということを確信して喜ぶことができるのも、そしてまた自分の偏見や傲慢さを捨てて人を愛せるようになるのも、すべて聖霊様が可能にしてくださることです。私たちにはできるはずのないことをさせてくださるので、私たちは聖霊様に期待して、自分たちの限界に落胆しません。皆さんの中で神様に愛されているということがわからなくなってしまった方、または誰かに対して怒りや憎しみを持っていて、とても許すことはできないと感じている方は、どうぞこの後のワーシップの時間、そしてまた今週を通して、どうぞ聖霊様に助けを求めてください。無理やり自分で心を変えようとするのではなくて、聖霊様がしてくださることを待ってください。今日は最後にエフェソの信徒への手紙にある祈りの言葉を少し言い換えてお祈りして終わりにします。
これ私たちというところを皆さんご自分の名前を入れて置き換えて祈ってみてください。お祈りします。神様、あなたの霊と力によって私たちの内なる人を強めてください。私たちの心の内にあなたが住んでおられることを教えてください。私たちがあなたの愛に根ざして、愛に基づいて生きられるように助けてください。あなたを信じる、求めるすべての人々と共に、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものであるかを知り、人知をはるかに超えたあなたの愛を知ることができ、私たちの心を喜びで満たしてください。あなたは私たちの内に働いておられ、私たちが願い、また考えることすべてをはるかに超えて叶えることのできる方です。あなたに栄光が世々にわたって、とこしえにありますように。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。See.
私を満たし
Thank you.
私たちの主イエス・キリストの恵みが一人一人の上に豊かにありますように。私たちの言葉や私たちの行いが神様の愛を表すものでありますように。私たちの力や知恵が聖霊の働きによるものでありますように。今一人一人の上に祝福が豊かにあって、そしてそれぞれがその使わされた場所にあって、霊に満たされてあなたの香りを放つことができますように。